Okay. Everybody get ready to continue. Next dance, it's Samba. Samba ですね。これはもう聞いててもこうキュウキするような大きく分けて2ビートの中に細かなリズムが表現されなければいけないダンスなんですね。やはり日本の選手にとって非常にこのダンスは難しいとされています。オータキカップルもよく踊ってますね。落ち着いてます。オスナキカップル今日は非常にね、表情がコンスタントにもう明るく出てますね。はい、見ていても楽しくなりますね。疲れなんかどこって感じですね。ダイナミックですね、このカップル。この本当にサンバのリズムに乗ったダイナミックな、やはり日本の選手を勉強しなければいけないんじゃないかなという感じします。このダイナミックな感じ、どうして差がついてくるんでしょうか。やはりこうボディリズムといいますか、ボディの中心から全ての表現をするというところですね。サンバの競技が終わりました。